なんてこんなこと言ってる。じゃあ、ななが中学校になったら、弁当にしろよ、やって。弁当。ただいま、心マンケでは弁当問題が勃発しております。さて、どういうことかと言いますと、何を隠しましたか、今心くん。右手にあるのは何ですか、それは。携帯を待ってるんですか？ YouTube 聞きたい。違うね。心に聞きたいことがあるね。YouTube 聞くのはちゃうね、ちゃうね。ちゃうね。あのさ、うん、給食さ、ずっと冷たいお弁当やったんやろ？うん。それが22日あったかいの出たんじゃん。うん。それどうやったんって。食べてない。なんで？好きじゃない。好きじゃない？あれ、ピクルス入ってたからさ。ピクルス？ピクルスちゃう。キュウリ？何？赤いさ、ピーマンみたいな、黄色とかの。パプリカ？そう、あれが入った何やったん？痛い。え、肉の炒めみたいな感じ。ああ、そうなんや。食べず？じゃあ。食べてない。あったかかったらまだ美味しくなるんじゃん。その時ダイエットしてたし。え？2キロだけ痩せた。ね。ん？どうするん？給食。給食。お弁当給食は嫌な。お弁当給食って、あ、どっちもかかる？うん。それ先生に聞いたよ、うん、それっていいんすかって、うん、まあ別にそんなにもお腹から空いとんならいいんじゃないって言ってたの、うん、まあ結構お腹空くけど。どういうことどういうこと。え、お弁当の給食やろ今。うん、お弁当と、え、お弁当と、あー、ごめんごめん、お弁当って言うからおかしいな。今の給食どうするん。今の給食、うん、変える。何に変えるん。お弁当。お弁当は誰が入れるん。お母さんと俺。お母さんと俺。俺も起きて手伝う。うん、頑張る。そうなん。え、やっぱりお弁当がいい。うん。給食は。給食しいてるってさ、うん、アンケートあってんけどさ、うん、結構最悪に答えた。え、クラスさ何人おる？クラス30人。おって何人ぐらい食べとん？10人ぐらいは食べてない。20人ぐらいかな、俺入れて。あ、じゃあ半分以上は食べとんや。うん、3分の1。うん。食べてない。3分の1が食べてない。3分の2は給食食べとん。うん。うん。けどなんで食べれるのって思う。俺は美味しくない。うん。どうする？ママ、オッケー言うとん。うん。キャラ弁にするけどいい。キャラ弁にするの？ほら。で、どこ行くん？何が？え、そのさ、でもあったかい給食でさ食べれるんやったらさ、うん、あったかい給食に変わったら食べれるんやったら、うん、そっちにした方がママは楽やで。あったかい給食食べられへん。なんで？学校の、うん、あれ分けてもらった給食やから。どういうこと？これからあったかい給食になるかもしれんのやろ。え、1ヶ月に1回だけな。え、1ヶ月に1回だけな。それで？それあかんな。ダメやろ。もう冷たいのは問題外なんやろ。そう、意味わからん。ご飯がまず美味しくない、あったかいけど。ああ、それは小学校の給食がいかに美味しかったかということですね。そう、水入りすぎか、うん、水入らなすぎの、うん、ミスったご飯しか出てこない。ミスったご飯。そうなんや。お米だけ持って行っておかずだけ食べるとかはありな。そんなんしてややこしいか。でも給食でいるもんな。おにぎり持って行ってご飯食べない。ああ、そう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 。いいんじゃない。毎日お弁当は耳ね。のんちゃんとはくんやっとったけど、まあ大変やで。1ヶ月交代とか。1ヶ月交代もめんどくさいな。あれ、それは1ヶ月前やからな、注文難しいな。でも食べなお腹すくもんな。うん、だから今日だけはさ、ちゃんと食べとかないなって。うん、今週ドッジボール大会な。球技大会。いや、俺の誕生日の。ああ、土曜日な。そやで。痩せとう場合ちゃうで。ママに褒めたらちゃんとお願いしよう。うん。